卒業生の中でその優秀な人たちがやっぱたくさん輩出されているので、まあ、その人たちでちょっとアニメを作ってみるっていうのはどうかなという、まあ、そういう意図でございます。監督も一緒にどうですかって言われて、ああそうですねって、まあなんかチャンスをもらえるなら一度は経験しては見たいことなので、やらしてもらえるならじゃあやりますっていうことで監督までやらしてもらったって感じですね。だんだんこうみんなで何かを作る楽しさとか、とても面白そうな企画ですごくワクワクして話をお聞きしてました、まあ、専門学校の CM を卒業生メインでちょっと作ってみるっていうのをやるんだけどって言われて、まあ、単純に一番最初に思ったのは面白い企画持ってきたなとか持ってる人だなと思って、新しい取り組みをやりたいという時期であるというか、25周年という刻みの年でもあるとともに世代を更新していくような、まあ、そういうタイミングであった。高校生くらいの年代の人たちのこういうがむしゃらさとか無垢な感じとか、なんかそういう感じを多分書きたくて、なんか方向性的には多分そういうのがやりたいですっていう話はずっとしてました、ね、そのこれから先を自分らしく生きていくっていうか、自分らしく自分の中の何かを見つけてこれだって思って走り出す瞬間っていう点をこう見つけてもらいたいなっていうのでタイトルは最終的に生きるにしたんですけど、チャレンジ青いですかね、お祭り感のある作品、この人たちまたやりたいなっていう、大人が本気で遊んだって感じですね。